あれか、お宝を掘り出しても経験値が入るよんか。今さら。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれよね、もうあとちょっとやったよね。頑張りましょう。この段ランクが4に上がるまで、え、めっちゃあとちょっとや。多分あと1回どっか冒険出て帰ってきたらいけるはず。ってことで行きますか。まずはお宝をいっぱい集めて段を、じゃあとりあえずクフィ砂漠島に行く、向かいましょう。はい。お、すでに、これ毎回お宝の位置って変わりよんかな。まあ、変わりよるか。さすがに。さあどこですか、お宝は。どのあたりですか。素材、お、すぐ近く。素材とかもね、いっぱい集めとかんと、なかなかこう、スカウトしたはいいけど、モンスターをね、仲間に入れることができんかったりするけんね。ねえ、どの辺？ん？ちょいとあれか、色が。あ、すぐ近くっぽい。ちょいと待ってね、先に。いいよ。どのあたり？こっちか。すぐ近くのようだ。おお、あった。イエーイ。まだ結構あれやね、サブクエみたいなのあるね。ここにはあと何軒あるんだ、駅は。結構いっぱいある感じ。何これ、なんか気持ち悪い。なんか気持ち悪いな。あれか、お宝を掘り出しても経験値が入るよんか。今さら。今さらだけども。何してんの、会話してんの。え、そういうわけじゃないの。なんかすごい楽しそうやけど。でも会話はできんかったね。さあ、向かいますか。え、なんか結構、どっちも近いな。何あれ。あ。下？なんかどっか近くにあるっぽいけど。ちょ待って。やめてくれ。いや、こっちじゃないな。あっちだな。どの辺？あれ？マーク消えた？え、どの辺？あ、なんか魔王の影のスカウトに成功したっぽい。ありがとう。どの辺ですか、お宝は。近くにありそう、こっち。どの辺だ、どの辺だ。この岩の上とかかな。お、すぐ近く。こういうとこありそうな感じするよね。お、ほら。あ、ここ前にもなかった？違う場所かな。こういう岩の上とかね、ありがちな感じするよね。これは何、これは。イエーイ、レベルアップ。これってあれなんよね、掘り出した人間だけじゃなくってモンスターにも経験値振られんよね。なるほどなるほど。でなんかこっちの方にさ、シルバーの宝箱あるよね。どこ？こっち？あ、あれや。あったあった。これも取っとこ。シルク草。いや、なんかね、今スカウトしとる子で、ちょっと仲間に入れたい。やめろよ、おい。あの、仲間に入れたい子がおるんやけど、材料が全然集まってないんよね。お、貯金はコツコツと。デイリーか？デイリーではないか、さすがに。ムチやムチ。よっ。で、どこだ？なんか下っぽいよね、あのマーク。じゃあ、一個一個。カチコチくるみ。お子さんといてよ、その辺の。めっちゃ砂流れよる。どっちの方向？こっちじゃないな。大丈夫かぶ？
え、何？なんか強そうなのおった？全然見てなかったわ。あ、あそこに風船あるな。壊したい。よっ。よし、オッケー。え、なんかめっちゃ下じゃない？どこ？なんかこれアリ地獄じゃない？大丈夫私。絶対そこモンスターおるやろ。あれモンスターよな。確実にモンスターよな、あれ。やめてよ。え、で、どこ？あっちの方向か？あ、あ、え、なんか遠いな。思った以上に遠かった。びっくりした。え、駅ではなさげ？いや、まだここから見えてないってことかな。なんか、パッと見た感じ、駅ではなさげやけど、え、私、駅でさ、なんかあの、また、誰やった？ブリサとか、その辺のやつかなってちょっと思ったんやけど。どうだろう？あ、危ない！ダメージ、ありがとう。ありがとうよ。ちょ、ここで、体力も回復しとこう。全然見てなかったわ、ゲージ。まあね、あんな遠くまで継続して飛んでいけるわけないよね。ビビるー。よし、行こう行こう。あ、またどこかしらに宝箱あるっぽいな。近い？この辺？え、どの辺だ？あったー。マジか。今回めっちゃ恵まれてんな、4つ目や。イエーイ！値打ち物だな！値打ち物？何あれ？なんかカードっぽかったけど。なんなんやろ。え、一応このね、サブクエの方角を目指しては生きよるけど、目指しては生きよるけど、でもお宝貯まったらもう帰ろう。キメラの翼も持っとるしさ。お、イエロージェム、魔力を秘めた黄色い鉱石、玉の作成などに必要。こうやってね、あの、素材もいろいろ集まりよるし。これもしかして流れていけたりとか。ん？またなんか、宝箱のマークついてるけど。こっち。この上とかじゃない？この辺やない？え？違う。おーっと、近い近い近い。え、あれじゃないよね。あれではない。お、あんなところに。ちょっと待って。もったいないことしたな。どの辺やろ。あそこに銀もあるな。どこ？下？下かな？ふんふんふん。ちょっと待って。一旦、降りよう。この辺の岩場とか。よっ。違うか。やめて。やめて。ここに銀もあるんやけどさ。あるんだけども。え、どこ？待って待って、消えたぞ。この水辺か？この水。これ何？長時間水に浸かっとったらいかんとかなんかある？あった。お、びっくりした。敵かと思った。よっしゃ、来たー。え、めっちゃなんか虹色じゃない？え、ずっとこんなんやったっけ？やりややり。イエーイ。ね、帰ろう。帰ろう。かわいい。ルラムーン草。おう。25万。夜になって月光を浴びるとぼんやりと光を放つ神秘的な草。盾？メタル玩具の盾。メタル玩具って何？33万。最強レベルの防御力を誇る究極の盾の偽物。実は銀紙でできたおもちゃらしい。へえ。
なるほどなるほど。ネケンメタル玩具26万。鋭い鉄製の棘を先端につけた鞭、鉄の鞭。誘惑の剣、おお97万。107万。敵の心をかき乱す怪しい力を秘めた剣。これ何？初めてのお宝だぜ。コールドカード、おっと13万。福引きで一等が当たるともらえる景品の偽物、使いすぎて銀行から凍結されてしまった悲しいカードらしい。それでコールド。それ確かに悲しい。いいじゃん。鋼の槍35万。38万。鉄の槍の材質を改良して強化した槍。いやーまあでも今回はね、その偽物が2点あったけど、それでも高い。値打ち物の偽物なんやね、すげえ。誘惑の剣、傷割りであの値段やばいね。ザックザクです。ザックザクです。もう余裕で超えたわ。超超えたわ。駆け出しからそれなりお宝ハンター団になった。ランクアップ。ランクボーナス、外交員がこの島に訪れました。駅の前にいる外交員に話しかけて他のプレイヤーとつながろう。え、あ、それで何、お宝交換みたいなんできるってこと？ギブアンドテイクなのです。そういうことかな。やっぱなんかポケモン図鑑的な感じでさ、お宝図鑑みたいな埋め寄る人もおると思うよね。お疲れ様です、マヤさん。さらにたくさんのお宝が集まりましたね。ところで実は紹介したいものがおりまして、私の古くからの友人なのです。これが外交官？はじめまして。あ、どうもどうも。マヤさん、私外交員のディプロンと申しますね。トマソンにあなた方のことを聞いてお役に立つべくやってまいりました。私を通していただければ遠くにいる他の団と交流できます。好きなお宝を好きな場所に隠したり。何それ、他の団が隠したお宝を探したりできますよ。あ、そういう何、ミニゲーム的なことができるってこと？なんかただ単に交換するわけじゃなくって、そういうゲーム要素が入ってくるんや。すごいね。お申し付けくださいね。ご用の時は私にいつでも申し付けくださいね。他の団との交流ができるようになった。外交員ディプロンに話しかけてみよう。すげえ。お願いします。外交のことが気になるようでしたら、ぜひ彼の話を聞いてあげてください。おお、どうした？そうです、流玉の迷宮で扉を見ていた親方さんから連絡がありました。地下に行ってみてください。扉を開くことができたそうです。おお、すぐにそちらへ行ってみてください。これはあれか、段ランク上げた件、メインストーリーが動き出したか。マヤたちは流玉の迷宮にいる親方のところへ向かった。あ、どうもどうも。あそこの扉？おう、扉はぶっ壊しといたぜ。ぶっ壊しといた。見事に壊れてるね。先へと進めるようになったぶ。壊すのにそんなに時間かかったんかな。てか誰、親方って。そんな登場キャラおった？旅の扉があるね。一体どこへ繋がってるんだブー？危険もありそうだけど、お宝もあるかも。入るならちゃんと準備をしていくブー。どうした？何？何かあったのかな？後で親方の様子を見てみるブー。ふんふん。流玉の迷宮を冒険できるようになった。地上に戻りたいときはメインメニューの広場へ戻る、または脱出を使おう。何これ、取れるの？何出るかな。ホイミ弾の中級レシピ、弾丸屋でベホイミ弾が作れるようになる。中級のレシピ。何出るかな。お、え、ブラッドコーツあった。やったー、探せる。助かる助かる。んで、何これ、なんか新しく発見した？この下に何かありそうだな。時間がかかりそうだが掘るか。お前は他のことをやっててくれ。
もし地上へ戻りたいのならメインメニュー広場へ戻るを使うと早いぜ。ふんふん。あの二十何歩っていう数字はここじゃないんか。地上どれ、地上へ戻る、地上へじゃなくて広場へ戻る。脱出とは、強敵に囲まれてどうしようもなくなった時はメインメニューから脱出を選択するとどこからでも素早く本部に帰れるぞ。え、これはで、え、出かけ先からもってことじゃないよね。やったらキメラの翼いらんもんね。ただし拾ったお宝は持ち帰れないので気をつけよう。え、でも敵がどうたらこうたらって言うの。戻ります。流玉の迷宮だけ。ふう、帰ってきた。んでんで、あ、あれか、あ、デイリークリアしたんやね。なるほどなるほど、見とこう。調子はいかがです。貯金はコツコツと。あ、やっぱデイリーやったんや。あ、まあ、1000ゴールドぐらいやったらあっという間に貯まるか。イエーイ、お宝を手に入れる。オッケー。んでね、仲間はさ、まだ仲間というかスカウトした子たちはまだ仲間にできない。あ、マークが出てないけん無理っぽいかな。どう、あ、ここまで来んとマーク出んのや。もっと遠くから見えるようにして。加入希望者を確認。もうだいぶ溜まったな。あ、ここ加入可能やけど、私ね、この子を入れたいんよ。まあ、レベル的な問題もあるし。だからレベルも高いし、見た目も可愛いし。けんさ、これ、加入条件が被ってなければ。うん、被ってないね。じゃあ、はーい。OK です。マオ、マオが仲間に加わった。いいですね。いや、大丈夫です。他に何か利用されますか。よし、それじゃ行くか。あ、派遣戻ってきたんやね。我が輩に任せろ。派遣だな、戻っているぞ。第二派遣隊がある。でも第二って言ってもね。え、どういうこと。カミもマヤも行くわけにはいかんくない。どんなもんだ。あ、まあ、あれ、ゲーム終わるときとか。それとも全然関係ないんかな、そういうの。何、メタル系モンスター発見の報告を受けた。制限時間内にセナック火山島へ行ってみよう。え、メタル系モンスターレベルが上がるってこと。セナック火山島、何、制限時間出発して。はい、出発だ。そういうのあるんやね。え、行こう行こう。あ、大丈夫です。どんな用だ。ちょ、一旦流玉の迷宮に行く前にメタルモンスターを発見したぜ。セナック火山島、え、場所とかもちゃんと記してくれるんかな。行こう行こう。